ちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル修行を行っていきます。本日は目が重たい、その症状手術なしでも治せるかもよということで授業で解説をしていきたいと思います。まあ、まぶたがこうなんとなく年齢とともにこうちょっとこうたるんできてですね、まぶたが重たいなというふうに感じる症状っていうのはやっぱり多くの方がね、年齢とともに感じてるのかなと思います。皆さんまぶたの悩みって実感している方多いと思うんですけど、ただやっぱり手術をして治すってなるとまあちょっとやれる方限られますよね、その治療ね。だからまあちょっとその手前の治療でどういったことで解消できるかってことを今日お伝えしていきたいと思います。3つ今日は紹介をしたいと思います。まず1つ目ですね、これ私もよく使うんですけれども、ハイフ、たるみ治療器ですね。これは実は結構皆さん目の開きが良くなりますね。実はですね、ハイフって目も使えましたっけ？使えるんですよ。こういうこめかみですとか、この眉尻のあたりとか額の照射というのもできます。で、もともとハイフって、一番世界で有名なハイフはウルセラという機械なんですね。まあ、湘南にもありますけど、こうウルセラが一番初めてアメリカで FDA の認可を取った、たるみ治療器として認可を取ったのこの眉尻のリフトなんですよね。だからこの、目元のまぶたの少しリフト効果っていうことで最初承認取ったぐらいなんで、このこめかみとかこの額の外側照射してここの筋膜をグーッと引き上げてやっていくっていうのはいいこと。実は手術なしで目のちょっとたるみが気になってて、でもダウンタイムは絶対取れなくてっていう時にやりやすい治療かなと思います。でちなみにウルセラっていう機械と、あと湘南ではウルトラリフトプラスハイフ、ウルトラセル9プラスですね、という韓国製の機械と両方今取り扱ってますね。これ両方の機械ともにですね、最近はこう3層の照射をするっていうのが人気ですね。こう 4.5mm、3.0mm、2.0mm、ないしは 1.5mm って浅いところを打つというのが人気です。ちなみにこの、1.5mm とか 2.0mm って浅い層をターゲットに配布照射するときは結構ね、このおでこのあたりをね集中的に打つこともできるんですね。4.5mm みたいな深いところは結構額だと神経があったりしてですね、危ないので打てる範囲がちょっと限られてきたりするんですけど、これ浅い層をターゲットするカートリッジをうまく使いこなすと結構目の開きとか額のシワとかこの辺をちょっとこう即効性も感じていただけるかなと思いますので、一番ダウンタイム少なくリスクも最小限にっていうとこういったハイフの治療器かなと思います。で2個目ですね、こめかみにヒアルロン酸を入れるって方法ですね。年齢とともにこういう額とかこめかみがどんどん骨も痩せてきてですね、中の組織が痩せてくるので表面にある皮膚がですね余ってこういうふうに緩んでたるんできます。なので年齢とともに、私もそうですけど、だいたいこめかみとか額のこの眉の上のあたりに痩せてきてちょっと影が入ってきますよね。でこういうところを少しヒアルロン酸入れてあげたりすると輪郭そのものも若々しく卵型のこう滑らかな輪郭になりますし、プラスこうボリュームを補うことで皮膚がちょっとこう緩んでたるってるところを中にボリュームを補って皮膚を少しこう引き、上げるというほどまで効果を出せるかっていうとちょっとこう医学的な根拠が乏しいなと思うんですけど、ただ中にボリュームがないとどんどん痩せて皮膚が余ってたるんできちゃうので、やっぱり中にボリュームを補うことでたるみの支えを作るってことができると思うんですよね。だからもう結構私もこめかみにヒアルロン酸入れるとお客様が「なんか先生今目がすごい開きやすいんだけどなんで?」みたいにおっしゃってくださったりもするので、結構ね効果の実感意外とまぶたにもあるなと思いながら見ています。ただしこの2番目の方法はやはりこうこめかみとか額が痩せているというのが前提なので、もうここがすでにもうパンパンな何かね、例えば脂肪とか入っててパンパンだっていう方はこれ以上これ見れにくいと思うし、他のバランスを見てちょっとそこは判断させていただくことにはなると思います。3番目ですね、最後にですね、ちょっとこれは裏技的な使い方なんですけれども、ボトックスの注射でも少し目の開きをね軽く感じたりということはございます。
これはただちょっと注意がありますね。あのボトックス、これはね、例えば SBC でいうとこの目尻というパーツ、あとはまああんまりやってる先生多くないんだけど、眉下っていうところのパーツでボトックス打つ先生もいますけども、まあ多くは目尻ですね。こう目尻ってね、大体私たちボトックス打つときにこの眼輪筋という筋肉を 1,2,3,3 ポイント打つんですね。この 1,2,3 のこの2番目に打つポイント、このちょうど眉尻の下あたりにワンポイント打つんですけど、これがですね、笑ってこうちょっとこう眼輪筋がこう収縮するので、まぶたをこう下に外側に引っ張るわけですよね。この筋力をボトックスで弱めるので、笑ったりしてもですね、こうまぶたがこう落ちてこない、かぶってこない感じっていうのがあります。そもそも無表情の時から眼輪筋がちょっと緊張していてっていう場合は、ボトックス打つと少しあのまぶたの開きが良くなるっていう可能性もあるし、まあそうではない場合に関しては、まあ無表情の時に良くなるというよりは、こう笑った時にまぶたがクシュッとこう、目がクシュッとなって、まぶたがこう覆いかぶさって二重のラインがなくなるとか、目がちっちゃくなるっていう時のちょっと開きを維持するっていうことが可能かなと思うので、まあしっかり効果が出せるタイプの方とそんなに出ない方もいるので、ただ結構こういうベーシックな治療で、実はちょっと目の開きがなんかちょっと最近いいかもって思っていただけるきっかけにはなる可能性はありますね。目の治療といったらリジュランとかサマークールのイメージなんですけど、はい、それを今回あえて入れなかったのはなんか裏技的な感じですか、今回のは。確かに、まずリジュランアイっていう注射はどちらかというと皮膚をこう厚みを出したり、皮膚にコラーゲンを増やしたりというような治療なので、表面的な小じわ、肌のテクスチャーの改善にいいんですね。緩んでるものを引き締めるとか、何かリフトする組織を支え上げるとか、そういった効果はちょっと残念ながら期待はできないですね。で、あともう一個の監督がやってくれたサーマクールアイとか、あと最近だとこうオリジュ X とかデンシティと言われるような高周波のマシンがまぶた照射ができます。あとはシルファーメックスなんかも上まぶたの照射もできます。こういった高周波の機械をこう上まぶたに当てることで少しこう引き締めっていうのはできるので、まあ、確かにそういった高周波でアイのチップを持ってるものを使うっていうのもいいですね。でも先生的にはさっき言われた3つの方が効果が感じやすいですか、うん、なんか、まあ、個人的にはこう目の開きが良くなるって言った時にはさっき言った3つを浮かべますね。そうなんですね。なんかね、ここの問題じゃないんだよね、目の開きって。目が重たくなってきましたって言って、この上まぶただけの老化の問題じゃなくて、正直こうもう全体的なたるみの症状が目に集まってるだけなので、ここだけどうにかしようと思っても意外と変化が出ないんですよ。なるほど。だからもうちょっとこう周りから引っ張り上げる治療とかを考える必要があって、まあ、それこそちょっと今回は出せませんでしたけど、こうちょっとこめかみのあたりとか目尻のあたりに糸をかけるっていうのも一つの方法なんですよね、うん、ここ自体を糸でこう例えば埋没法とかっていうようなので二重のラインをこう食い込みを上に作るとかっていうのはまあ一個なんですけど、でもなんか意外とこう周りをこう引き上げる方がなんか本人の体感としては目の開きが軽くなったっていう感覚は近いかもしれないですね、うん。では本日は目の開きを軽くする方法として、まあ、メジャーなところですね、3つ授業でご紹介しました。もちろん外科的な、ね、治療も選択肢になり得るわけなので、お悩みがある方はまずクリニックにご状態を、ね、見せに来ていただけると幸いです。では今日も10歳若返り YouTube チャンネル、授業ありがとうございました。